はい、どうもタイガーです、お疲れ様です、前回、スライム、火付けられてスライムですよってやってきました。今回はアシュラ、聖典アシュラ使います。アシュラですね、まあ、過去にも聖典アシュラの動画を上げたことはあります。まあそれから時間が経っているのも一つ、あとはやっぱ新規で始めてる方もいますので、新規の方は過去の動画を、ね、見てない方もやっぱいらっしゃると思いますので、今の現在でも強いよっていうのがやっぱ知りたいと思うんですよ。新しく来た方知らないと思いますんで、それをね紹介できたらいいかなと思います。というわけで今回はアシュラ使っていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではやっていきます。今ですね、銃剣シリーズやってますんで、銃剣士アシュラっていう結構ね脳筋な固定なんですけど、まあ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 、別に相性が悪いわけじゃないので、銃剣士はね中型倒してもらって、アシュラには大型倒してもらってできればいいかな。まあ、アシュラそもそも中型に対しても強いんですけど、やっぱ大型をね、スタンハムで倒しきっちゃったりとかするところが本当にやばいキャラなので、行ってみましょうか。スライム1本以外もう完全ゴリゴリっすね。もうゴリラ。うわ、スライム城だ。あ、スライムじゃねえわ。リザードマン城だ。いつもスライム城と間違えるんで、やっさんじゃん。いきなり当たったよ。うわ、装備かっこいいな、この優勝装備。あ、リンコ持ってるんだね。ヤッサンがトロフィーやってるってことは、もうリーダー大体決まってるんじゃないの？買うキャラ。とりあえず、惜しい。絶対にスライムは使ってないはず。あられがいっぱい出てきてますね。かなりゴリゴリに。かなりゴリゴリですね。あ、ちょっとね、あ、見えなかった。一体見えなかったな。バカボン、かなりゴリゴリですね。あれ、出るかな。一応まだ何とかなる範囲ではあるんですけど、何とかなるかな。もう一発になるってくれたらワンちゃん。頑張れアシュラ。どうだろう、止めた方がいいな。お、頑張った。ナイス。大型が1本だったからゴリゴリした感じかな。トロールもう一発打ってくれたらマジ神だったけど、まあでもなんだかんだで頑張ってくれましたね。アシュラもねめっちゃ頑張ってた。ナイス。さあ2戦目ですね。いきなり初戦からモサと当たるっていうびっくりもんですけど、まだ頑張っていきましょう。まあ、アシュラ基本的にやっぱ大型に重ねたり、2体重ねたりして、大型をね、スタンハメするのが一番の仕事かなと思いますが、対中型に対しても、まあ、スタンでボコボコにしたりはできるので、それやっぱアシュラ単品で、ポイッと出しちゃうと、結構もったいないんですよね。アシュラってやっぱ他のキャラと添えてるからこそ強いってところがあるので、行ってみましょうか。迎撃ないけど。どうだろう。迎撃ないとき少し不安になるよな。とりあえずバイク、とりあえずバイクで第3に大砲は撃つ。 OK、 受験しましょうか。いいんじゃない流れは。プリキャか、プリキャは天敵ですね。どうしましょうかね。まあ、クイーンいっちゃいましょうか。アクエン行ってゴリゴリ行っちゃいましょうね。えで、これ回復上げてるんで、でアシュラの無双入りづらいんですよね。レドラには入ったわ。入ることもありますね。入りづらいですけど、どうでもいいんだけど、天狗じゃない、アクエン流れちゃったな。こっちの方がやばいわ。
ホタルやってくれそう。ナイス。まあミノにやられちゃいますけど、あそこはしょうがないですね。もうタケバスのあのダウン入っちゃってるのが痛いんだけど、アシュラとか添えてあげて倒しきってくれれば大丈夫なはず。オッケーオッケー、これ多分勝てますね。まあ、怖いのはアシュラにスタンが入って、あれをひっくり返されたらマジで怖いっす。オッケー、ナイス。悪縁、このスキル本当にでかい。いけるでしょ、ナイス、いいね。あれ、ワイワンが死んでる。あ、魅了された中継者が勝手に上に上がってワイワンにトマホーク投げたっぽいっすね。びっくりナイス。さあ3試合目ですね。まあ、アシュラがいいところ見せられたんじゃないかな。アシュラのいいところ、レドラはね、スタン入りづらいんですけど、一応スタン決め上がって倒しきるっていう、素晴らしいですね。で、無双でもうバシ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 ダメージが入ったんで、ほぼアシュラだけで倒しきりましたね。したら次の手札は行ってみますか。さて、ベビーカンガルー、これで取れたらすごい美味しいんですけどね。相手もアビリティだ、なんだろう。とりあえず大砲撃つ。あー、やった、ミスった。お、ベビーきついな。上ベビー置いちゃおうかな。まあ、上ベビー置いたとこであれなんですけどね、あんま良くないんですけど、あんま良くない理由も至ってシンプルで。取った、やったー、ヒドラ行く。アシュラ合わせちゃう。アシュラヒドラちょっとね、あのこのアシュラを少し後ろ目から切ることによって無双で連発できるんですよ。同じ位置でノックバックの距離的に、これがねいいところ。よかったら皆さんも使ってみてください。これやだな、どうしよう。アシュラ頑張ってくんねえかな。あ、ナイス、頑張った。あ、ロボが弱い相手の、やったラッキー。オッケー、倒す。カニが後ろにいるが、テクラもいい位置にいるので、いいんじゃないか。首見てますね、相手。さあ、まずデビュー切ってあげて、デビュー来い、デビュー。そのデビュー流すから。デビュー来い、デビュー。倒した後デビル切らないと。ダッシュが強っ。倒した、デビル行くぞ。デビル来い、デビル来ないわ。まあいいか、来た来た。エドラ行きます、白殴ります。これこの後、はい、オッケー、ナイス。アシュラ強いよマジで。ちょっとね、ケツ当てっぽくやると、ケツ当てじゃないですけど、ケツ当てっぽくやると、あの無双をね2回はめても同じ位置から殴り続けられるっていうアシュラのちょっと小技ですね。まあ結構大事、あのシチュエーションになればですけど。でそれではね、ラストやっていきます。ラスト、まあ、アシュラのいいところ見せて終わろうと思います。まあ今のところアシュラね、いい感じに活躍してくれてはいるんですが、あとなんかもう一発ぐらいね、いいところ見せたいですね。さて、やっぱ勝ちに行くためにも足キャラは欲しいんだけど、大型は2本欲しいので、行ってみますか。まあ固定キャラがザ・対空って感じのキャラではないので、ポックルも一応引いたみたい、一応引いたけど、ただ迎撃がいないのに唯一の迎撃がポックルってのもなかなかねえあれですけど、どうかなこれ。ポックルを、まあ一応トリデを取るときにポックル使うこともできるんですけど、トリデ取るために使いたくないんだよな、ポックル。できれば、もうくれそうですね。ありがたい、ラッキー。早速アシュラ1本使って、まあどんな動きをするか見てみましょう。パシュッと、でこれ一応で多分ゴース殴ってくれてるんですよ、受験者が感じ。いいね、いいね。
あれ、まあ、バイトのキャラ消滅してません、アシャのおかげで。気のせいかな。アシャ、今行っちゃいましょうか。今行ってマジでやばいっすよ。ここ本当にボコボコになるんで。ご覧あれって感じ。あ、無双強すぎる。マジで強いアシャ。なんだ、本当に。コストバチしすぎでは、いくらなんでも。僕、撃っちゃおう。頑張れ頑張れ、ボックちまちま削って邪魔をしてくれ。えらいぞボックで、いいぞ。ボックで戻ってきちゃった。答えてない。あ、そう。あー、ボック行っちゃう。そうですが、まずい。耐えられないんだよね、あれ。勝てるからいいんですけども。サイクルガールもいっちゃいましょうか。さあ、ナイス。相手コースなさそうっすね。アシュラの無双がやべえんだ。せっかくブルドラ切ってきたけど、アシュラが無双してその間にミノワールド削って時間稼いでみたいな。できますね。火力も高いし。いい感じ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていたのは晴天のアシュラ。まあ晴天か晴天じゃないかは、まあかっこよさと、まあ、3番の正座さがありますけど、まあ、晴天じゃなくても全然強いと思います。底力振ってない状態でアシュラこれだけ強いので、団子を振る底力金バッジ、T0 を持ってれば、晴天なくても自分よりも強いですね。というわけで、今回もね、ご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、またよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。